甲子園のプリンス、ついに戦力外通告を受ける。プロ野球の戦力外通告期間が2日から始まった。ヤクルトは2日、大下佑馬投手、久保拓磨投手、杉山輝元投手、成田翔投手、市川優太投手、育成の松井清志捕手、鈴木優太投手、2来季の契約を結ばないことを通達した。俺の成田がついに戦力外か。リアルな海やとか言われてたのに。この世代ってめっちゃスター性ある選手多かったのに、誰もスターにならない。平沢も危ないよな。いやめっちゃ悲しいなこれは。石川見習って技巧派で頑張ってほしかったわ。めっちゃいい教材がいたはずなのにな。やっぱ小柄な投手は見切りが早いな。今って高校の時と比べて伸びてたの。伸びらなかったらどこも取らんやろ。悲しいけど商品価値の落ちた今もう用なしよな。ご視聴ありがとうございました。